みなさん、こんにちは。みずきてぃです。今日はじゃじゃん、これファンの子にイベントでいただいたヘアアクセつけてます。お気に入りです。はい、今日は私が最近気に入っているおすすめの食品たちを持ってきました。じゃじゃん。そう、まずじゃあこっちからいきますね。じゃじゃん、こちらはグラノーラです。これこの間ちょっといただいたものなんですけど、グラノーラメーカーズさんのグラノーラなんですけど、そう、食べたんですけど、この間朝ごはんにいただいてすごい美味しくて、その時はココナッツ味かな、食べたんですけどすごい美味しかったです。なんか一つ一ついろいろ味ごとに分かれてあるので、いいですよね、一食分って感じで。紫芋とこれは柚子生姜です。グラノーラは結構ヨーグルトに蜂蜜と混ぜて食べたりとか、あとは豆乳とか牛乳とかに入れて朝ごはんに一つとして食べたりしてます。次にこちら、アルカディオーガニックジンジャーパウダー、じゃじゃん。生姜、そう、結構生姜大好きなんですけど、これは紅茶とかにこうポンポン入れて飲んでます。結構香りが、生姜の香りが効いてすごく美味しいです。オーガニックのものなんですけど、最近こういうなんかパウダー系とかをいろいろ集めたくて、でなんか料理とかそういうのに使いたいなって思ってます。次、これもパウダーなんですけど、シナモン保証さんのシナモンパウダーです。これはこの間リンゴを焼いたんですよ。アップルリンゴ作って、リンゴアップル、アップルリンゴ作って焼いて、で待って、あなんだっけホットアップルパイ、え、なんだっけ、アップルパイ、ホットアップル、ホットアップル、あ、そうか、いや、なんつった今な一緒だから一緒っていう間違えた、アップルアップル間違えました、ホットアップルアップルホリンゴと一緒じゃん、間違えた、はいこちらこの間ホットアップル、リンゴのあったかいの作ったんですけど、その時にリンゴに蜂蜜かけて、でその上にこちらのシナモンパウダーをかけて食べました。すごい美味しかったです。シナモンも、あとはなんか飲み物、なんティーとかに入れたりとかしてもすごく美味しいです。で次はこちらはデピスエピスさんのレモングラスカット、じゃーん。そう、私は結構お家で紅茶とかティーとか飲むことが多いので結構こういう紅茶とかに入れたりとか香り付けするものとかすごく好きなんですけど、これはレモンの香りがすごくすっきりした感じなので、紅茶とかにパラパラっとかけて飲んでます。そしてそしてこちらはエミール・ノエルのバージンココナッツオイルです。最近ココナッツオイルにハマっていて、結構いろいろ使えるんですよ。結構料理とか炒めるときに使ったりすると少し甘みとかも出て美味しいし、あとすごいヘルシーだから、油、普通の油とか使うよりもヘルシーだから結構、おすすめです。あとはそう、そのアップル焼いた時もリンゴ焼いた時もこのココナッツオイルで焼いて、で蜂蜜かけてシナモンをかけて食べました。これはなんかコメントでファンの子が
こういう食べ方美味しいよって教えてくれたのでやってみたんですけど、すごい美味しかったのでおすすめです。あとは私はこの間お風呂に入れました。結構大さじ1杯くらいスプーンで入れたらオイルだからすごい保湿されてお肌がしっとりします。はい、次はこちらハニー&サンズグリーンティー with タイ。はい、こちらはこんな感じ、こんな感じティーです。あ、これはなんかね、そう、レモン、緑茶なんですけど、レモングラスにココナッツ系のものが入っているので、すごい香りもいいし、ごくごく飲めちゃって、すごいお気に入りです。最近、実は読めなかった読書っていうのを始めてみて、読書タイムをしながら、紅茶を飲むのにハマってます。はい、こんな感じ。で、これも同じ紅茶です。これはウェッジウッドティーのダージリン、ピュアダージリン。そう、これはね、結構普通の紅茶って感じなんだけど、なんかミルクティーにして飲んだりとかしてもすごい美味しいです。お気に入りです。最後はじゃじゃーん、こちらは栄太郎本舗さんの梅干し飴です。喉がやっぱ乾燥の時期なので、喉が乾燥しないように飴を結構舐めるんですけど、これは最近のお気に入りです。梅干しが大好きです。はい、こんな感じなんですけど、なんかいいのありましたか？皆さんもなんか気に入ったのがあればぜひ試してみてくれたら嬉しいです。はい、ではみずきティーでした。バイバーイ。皆さん、今日の動画はいかがでしたか？下の登録ボタンからチャンネル登録お願いします。